HWK109 から509空軍博物館、ベルリンガ島、ドイツにて展示大阪弁店長の交通科学博物館で展示されていた実物、HWK109 から509は、第二次世界大戦時にメッサーシュミット目163やボッチャム BA349 に搭載された、ドイツのロケットエンジンである、通称バルター機関である、 ヘルムス・ワルター・コモンデットガセヨシャフトによって生産された燃料と酸化剤を2台のポンプで一定の比率で混合することによって燃焼し推進力を得ていた2種類の燃料はヒドラジンとメタノールからなる新液と高濃度加酸化水素から構成される T 液を80%、20%の比率で混ぜるだけで反応する自己着火性推進剤で 高温の水蒸気を噴出するためのものであった。収水に用いられている、特漁二号原動機の開発のもとになった。C 液として知られる燃料は、ヒドラジン30%メタノール57%水13%で、同士アンカカリウムが液を安定させるため、微量だけ混ぜられていた。T 液として知られる、酸化剤は高濃度の加酸化水素で接触するだけで、爆発的に反応する。 爆発的な燃焼は結果として、水蒸気、二酸化炭素、窒素と大量の熱を発生し、水力は 17KN に達する。A-0 量産先行型1943年5月から生産。水力は 300KP から 1500KP の間で調節できる。A-1 最初の量産型エンジンで、目163バイトに1944年8月から使用された。 水力は 100kp から 1600kp の間で調節できる。A-2 目163バイトから 1A に搭載された。総重量はわずか1 0 0ラムで2つの部材から構成される。前方の部材はタービンハウジングから構成され燃料ポンプがギアでタービンシャフトから駆動される。制御箱は減圧弁と電気指導装置が後部の燃焼室と つながり円柱状の管を通して燃料を噴射する。水力は 200kp 最大 1700kp の間で調節できる。B-1A-1 の性能向上型。このエンジンは、主燃焼室の直下に巡航用燃焼室を、備え水力は 300kp に増加した。この燃焼室は、T 液の消費率を 5kg、S 付近で100%反応させるように計算される。 水力は 100kp2000kp の間で調節できる。C-1A-2 の改良系を元にしている。主燃焼室は 400kp2000kp、補助燃焼室は 400kp である。目263の離陸時の補助ロケットとして使用された。D-1C-1 の派生型デボチャム BA-349 に搭載された。パラシュートで効果回収するように設計された。 ボートスタウェイ、ペーネムーンデウエスト、ウェルビルド・バーラングは ISBN3 から828902944、1998ページ220、ジャーマン、ありがとうございます。